広島東洋カープの若手捕手、中村進成選手、24歳が、が来年1月に行われる鹿児島、西福寺でのごまだりに初参加することが12月25日に明らかになりました。この驚きの決断は、先輩選手である相沢翼選手、30歳、絵の直談判によって成り立ったもので、 その心温まるエピソードがファンを感動させています。中村進成選手は、12月上旬に相沢翼選手に電話で直談判し、快諾を得ました。相沢選手は、一言、言えるのは同じユニフォームを着て、可愛い後輩なので、やっぱり何とかしてあげたい。僕に電話をしてくるっていうことは、相当の覚悟があったと思う。 まだ野球がしたいんです。って言っていた。背中を押してあげたいと思う。周りが何と言おうと、と、その決断を力強く語りました。ごまくだりは、燃え盛る炎の前で形を唱え続ける厳しい修行であり、中村進成選手がこれに挑むことは、彼の新たなステージへの挑戦を象徴しています。この荒行は3日間にわたり行われ、 参加者は炎の中で心身を鍛えます。17年度ドラフト1位である中村進成選手は、今季は打率150で18試合の出場にとどまり、課題に直面していました。相沢翼選手は、本人も自覚してオフを過ごしていると思う。来年、遅いんだけど、覚悟を持ってるってところ、気づくのが遅かった。 僕たちが気がつかせてあげられなかったという部分もある。あいつに関してはいろんな思いがあって、なかなか言葉では表しがたい部分があるんだけど、だから頑張ってほしいと思う、と、中村進成選手への期待と応援の気持ちを明かしました。中村進成選手は、末金や中村高、田村らがアピールに成功した周期キャンプに不参加だったが、 新たな挑戦に向けての覚悟を胸にごまくだりへの参加を決断しました。コンオフには背番号も22から96へと変更され、新たな一歩を踏み出す覚悟を示しています。この記事では、中村進成選手の意外な決断に迫り、その背後に潜む思いや覚悟に焦点を当てます。また、相沢翼選手の心温まるサポートや、 チーム内での変化についても掘り下げ、読者に感動と共感を呼び起こす内容となっています。広島カープの未来を背負う若く保守が新たな舞台に挑む姿は、ファンだけでなく野球愛好者にとっても注目の敵です。中村進成選手の挑戦の物語を通じて、プレーだけでなく人間としての成長も期待される今後の展開に期待が高まります。